き好き大好き、シナリオライターのケドウィンです。よろしくお願いします。僕はあの歌が好きでね。はい、そしてですね、はい、こっち左側、こちらはレイの責任者の、はい、責任者のこちらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか荒いな。それ、映ってないんだけど、あっちの方にデッセンのリクエストのね、ディレクターの佐藤さんも来てくださいました。というわけでね、お願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、本物のケドウィン先生だ。よろしくお願いします。でも割とこの責任者さんも横にいらっしゃるのってレアじゃないですか。はい、よろしくお願いします。本当に仲が悪いんでしょうか。仲悪いですよ。ですか。はい、ケドウィン先生、ええ、早速なんですけど、うん、デッセンのリクエスト、はい、イラバンド出してください。あー、すっごいデスエンドリクエストが来ましたけれども、はい、じゃあどんなデスエンドがいいかな。いや、ちょっとね、まだ死にたくないな。どんな殺し方がいいかな。死なない枠でお願いします。死なない枠か。それだとちょっと僕の一存じゃ決められないので、偉い方におねだりしてみてください。ですね、雑魚キャラです。雑魚キャラだったらいいですよ。え、雑魚キャラか。雑魚キャラだとちょっとバグらせないといけないですね。いいデスエンドいただきました。首を取ろうじゃなくて、じゃあまあとりあえずね、はい、バグについてもう少し勉強してから来てくださいね。デスエンドリクエスト、デスリク勉強してきましたのコーナー。うん、見てください見てください。さっきは動画の撮れ高的にね、あえて言ったんですけど、実はイルハートバグにもデスリクにも詳しいんですよ。ほう。いや、ネプチューンさんもよく言ってるじゃないですか。うんうん、上から来るぞ、気をつけろ。そうじゃないんです。え、ちょっと待って、今のはどうでしょうね、ケドウィンさん。せっかくだから0点かな。続いてはこちら、ゲスワンダーリクエストのコーナーです。本格的に煽ってきてるな。コーナー、僕は何をすればいいの。身の回りの下水出来事をイルハートが切ります。うん、先生、最近何かないですか。下水こと、そうだね、じゃあ例えば、パチンコ屋さんの電飾が一部消えているとか。それ、パーが消えてるんですよね。パーが消えちゃったやつですよね。あ、そういう話結構いけるんだな。判定、3ゲーム。ありがとうございました。天神琴音ちゃんとかなら貸してあげてもいいよ。おい、なんだ俺が。しょうがないな、じゃあまあ貸してあげるけど1日限定ね。これいいんですか。1日だけね。あ、でも、これでようやくコンパイルハートのゲームできるんですよ。イルハートダンスエアプゲーム。よかったね。ありがとうございます。ようやくからかわなく済むね。ということでね、今回は先生がいろんな場面のセーブデータを用意してくれたそうなので、持ってきた。まあ面白そうなところからね、適当に選んでいこうと思います。適当にね。ライターとしてはあまり嬉しくない遊び方だけどね。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。またすごいセーブデータ選んだね。あ、そうなんですか。結構ここ大変だと思うよ。なんかこの椅子がピュピュピュってしてるのが可愛いかなって思って。でもね、あれめちゃめちゃ強いボスだから。生きてる。はい、生きてる。まあ。え、無理じゃないですか、これ。まあまあ、まだコマはあるので。これは僕は悪くないです。はあ、分かりました。はい、はい、ちょっとこっち向いてくれるんだ。全然減ってないんですけど。
あれでもイルハートちゃんこれ初めて？初めてです。ああそうなんだ、ちゃんと攻撃とかできたな、すごいな。いややっぱねあれができるんですよね、やっぱできる子か。バカにしすぎると思うんですよ、甘く見すぎです。まあ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 ね、よしこのボスを倒すことができればそれを認めましょう。いやいけますよ、だってほら2536残ってるんでね、うんうん、いけますよ。いけるかな。うん、踏んだ。生きてる生きてる生きてる、まだ大丈夫。それ以上踏まないようにね。数だから。できましたね。うん。よし。ぶっぱらそう。丸ですか？うん。いきます。はい。はい。聞かなかったな。え、あ、そういうもん。ダメしました。そういうことじゃん。いろんな技が見たくて、ね。怖い。やっほー。これがサンコス使えるやつですか。そうですそうです。攻撃がいいかな。攻撃。魔法攻撃か。物理攻撃。うん。よし、いきます。よし。あ、うん。攻撃。あ、うんうん。うん、だいぶ減った。いや、でも苦労したから。ね、あ、三角。うん。これ。よし。お、これで。よし。うん。カウンター食らってるかな。え、聞きました。今なんかね、やり返されてたね。なんでそういうのずる。結構難しいんだよな。それずるって言うんですよ。これだ。よし、これはやり返されないですか。ね、返される場合もあるし返されない場合もある。大丈夫でしょう。うん、でかいでかい。あれ、これ勝てるんじゃない？いけますよ、これは、うん、これが、よし、内側へ下がり。はい、なんか汚れピコピコしてるんですけど、これは、うん、大ピンチだね。大丈夫、あのアルちゃんがまだ線あるから引ける、うん、攻撃引けるんですね。そうですね。そしたらこれだ。ほい、あ、すごいブルブルする。うん、かわいい。コントローラーの振動に反応するな。そうなんだけどな。死んでも、あれだ。SP とかがね、足りないから。よし、頑張って。よし。よし。はい、やめて、サイズしかないから。いや、ね。お。うん。いけるんじゃないですか。あ、これ二人とももうフラフラフラだな。フラフラになってる。残念。おやすみ。あ、でも死んだすぐなんかゲームオーバーじゃないですね。うん。めっちゃ汗汗してる。デスリクは簡単にゲームオーバーで終わることを許さないんですよ。いい椅子ですね。色が欲しいな、これ。そこ？なんか座り心地、なんかこう、ドリアンってしたい。
まあね、なんか羽とかもついてるし、え、かわいい、かわいいけどなんかやばそう、えって言ってる、うん、おお、やばそう、えっ、ウケない、ウケない、ウケない、そんなよくない、超ウケる、ウケない、おお、うんうん、ダメ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 、ほらクマさん困った顔してる、クマさんね、クマさんなんかかっこいい名前ですね、そうそうそう、声もイケメンだしね、え、うん、ちゃんちゃん聞きたい、おー、変わるクマさんの設定もまだわからないんだな、そうえ、ヤバいやつですよね、うん、うん、言うてこのクマ主人公ですからね、かわいい、うん、なんかこれだけ見たらなんかゆるゲーみたいな、うん、ちょっと怒られるな、あとで、大丈夫大丈夫、ああもう、あ、魔法使い、そうね、うん、絶叫が大好きでねそういうとこですよ先生そういうとこだぞテキストですか、そうそうそう、割とリアルに、怖いよ、例えばこのキャラクターが 3D だったとしたらこういう風に動いてこういう風に攻撃してとか考えながら書いてるかな、じゃあこんな風に噴水のように吹き出して、そうそう、ここで共感、絶対いいことじゃない、うん、地獄のパレードですかね、画期的な思いつきだった、画期的ではないですねそれでも解決したらね、あれも魅力の一つだと思うし、あー、じゃあいいよ、うん、やだやだやだ、そういうね、死体をいじるようなことしてはいけないんですよ、もうまさに死体蹴りだからね、死体を蹴っていけません、うん、あ、これはマナーが良くない、え、待って、クマさんめっちゃいい笑顔してるほんとだあー、首取れちゃった、今まで取れるんだよ、あー、首取れちゃった直して直して、もう、はい、あー、びっくりした、ほら、クマさん笑ってくれたから、うんうんうん、オペレーション、うん、
ローリングエロって言わないんだ。オーバー 45%、うん、何が 45% ですか。これはね、汚染度とかそういう感じです。いや見事に引っかかったね。長いですね、ゲームオーバーね。ダメですよ、これが。ゲームオーバーをじっくり描くっていうゲームだから。初コンパイルハート3ゲーは、うん、どんな感じ？どんな感じ？いやーなんかね、うん、みんな、うん、ツイッターとかで早くデスリング実況しろよ、コンパイルやれよやれよ。あ、みんな優しいな。いや、みんなめっちゃ犬ハートに死ねって言ってたってことじゃないですか。そういうこと？まあ、ないですか？まあ首取れたしね。いや、まだ首取れたいいんですよ、もう、うん、ということでね、初デスリングプレイでした。うん、エアップ脱出おめでとうございます。脱出エアップゲームですよ。ゲームなんだ。ゲーム本番だけど。ということで、ストーリーはいい話だけど難解でしたね。まあ急にね、あの無作為にあのセーブデータ選んで途中から始めちゃうと、まあそうなっちゃうかな。あ、うん、まあでも、ありがとうございます。超嬉しい。ありがとうございます。さて、ではこの辺でそろそろお時間ということで、うん、みんなスペシャルゲストをお迎えしてのイルハート初の動画どうでしたか。イルハートはめっちゃ楽しかった。先生どうでしたか。僕も超楽しかったです。やった。初ゲスト本当にお邪魔しました。ありがとうございます。僕はあの初ゲストということで、はい、一番最初の挨拶の時に僕歌っちゃったんですよね。はい、多分次のゲストの方も歌わなきゃいけなくなると思います。次誰の方かな。歌わなそうなイメージの人がいる、うん、あ、そうだ先生、次といえばなんですけど、次の新作イルハート出してください。次の新作か、どうしましょうかね。ヤビニシャさんどうしましょう。イルハートはまだまだ使用が足りないからダメです。僕の意見が一番大事じゃ全然ないけど、でも確かに出てほしい気はしますよね。聞きましたか。そしたら鳩役で、もう本当に動物役で。楽しいです。もっと責任者ほらアピールして。私人間の方が得意です。動物より。じゃあおもてなしパック100個ぐらいで。そんなこと言われまくったんですか。ツイッターで本当に知らなかったんだから、うん、ダメでしたから叶うといいな。あ、まあ、ということでね、まあ、次回作、期待してますので、はい、先生、よろしくお願いいたします。うん、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はありがとうございました。ではでは、皆さん、次回配信も絶対見てください。それでは、バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、一緒に楽しませていくことなんで、せーの、スキー、スキー、大スキー、はい、スキー、スキー、大スキー、はい。これライブできちゃうやつ。